長州で天下統一を目指す、アキミロです。はい、今回から遊んでいくゲームは、PS2 版の三国志内無印になります。ではやっていきましょう。ボーン。いやー、今回で三国志内 PC 版なども全部含めて6回目のプレイになります。まあこれパート0でも同じこと言ってるんですけどね。はい、ということでね、今回のパート1は新しくゲームを始めるということで本編を開始していきます。パート0では新武将を登録するで、アキミロを作っております。今回その作ったアキミロは長州の配下として登録してやっていきます。で、遊んでいくシナリオに関しては、イフシナリオの200年、漢の中心、ここにありをやっていきます。曹操の戦王に苦しむ検定は、みたいに書いてあるんですけどね。まあ、ここら辺はちょっと飛ばしていきます。で、私が選ぶ勢力は、冒頭で名乗った通り、長州でやっていきます。長州の周りには、劉備と馬頭がくっついた劉備軍ですね。と、その上に袁紹軍で、さらに曹操軍と、まあでっかい勢力が3勢力います。この中でわずか現役武将3人しかいない長州で天下統一を目指します。まあちょっとね、私が作ったアキミロも配下として配置するので現役武将は4人になりますね。まあ、それでも全然少ないですけど、アキミロをここに配置します。アキミロはね、能力ランダムに決めているんで、私がね超強くしたとかそういうわけではありません。まあ、前線向きの能力してるんですけどね、ちょっと知力は低かったんで、うまく頭いい人と組ませて使わないと計略に結構引っかかっちゃうと思います。で、難易度に関しては上級ですね。で、今回イフシナリオなのでモードは仮想でやろうと思います。私結構史実でやること多いんですけどね、仮想は仮想で面白いんで、たまにはやろうと思います。で、メッセージ表示は一時停止で、あとは変えません。これで始めていきましょう。ゴー。いやー怖いなー。孫権とかは遠いからいいんですけどね、やっぱ曹操と劉備かな、この2勢力がとても怖い。まあここボイスあるんで聞いていきましょうか。で、ね、検定を擁立した曹操は自らの権勢を強めるばかりで、朝廷の威信はかえって損なわれた。官室の衰退を憂う検定は東将を派遣し、劉備と馬頭に曹操打倒の密勅を与える。官の再興を願う2人はこれを快諾する。劉備は検定を保護して曹操の元を脱出、馬頭も領州の軍勢を率いて劉備の傘下に入った。軍友割拠によって輝きを失っていた艦長はここに再興への道を歩み始めた。わあ、これ劉備でやるのもいいですね。西暦200年、艦の建安5年のことである。検定を救出して馬頭と合流してたんですね。いや、いいなまあ、長州でやりますけど、劉備好きとしてはたまらないシナリオですね、これ。はい、戦略フェーズでーす。まあここら辺はね、もう6回目っていうこともあるので飛ばし気味にやります。軍師は格さんですね。敵対勢力ないんだ。有効勢力まだいいですけど、まあ俸禄払わないと武将のね不満が溜まって忠誠下がるよってところですね。あとは大丈夫かな。はい、ではちょっと始めていく前に基本的なねルールだけお話ししちゃいたいと思います。今回もって言った方がいいかな、ちょっと天下統一はするんですけど、動画的にはもう私の勢力がナンバーワンになって、もう他敵いないなーっていう状態になったら一気に動画カットして天下統一しちゃいたいと思います。まあ個人的には曹操、劉備、袁紹かな、この上を倒したらもうカットでいいかなと思ってるぐらいですね。あと縛りプレイなんですけど、外交の贈呈を使って攻めてきている戦力を撤退させるというのは禁止にします。ただ相手からこちらに何か送ってきた場合は、受け取る受け取らないは私の意思で決定できるっていう形でやっていきます。
まあ、ちょっとナインはね、同盟っていう単語がないので、今みたいな感じでちょっと説明させていただきました。まあ、相手が攻めてきた時にお金とか使ってで無理やり撤退させるっていうのはダメって感じです。なのでこちらの武将が捕まった場合は返還とかも可能です。であとはいつも通りなんですけど、セーブ&ロードによるやり直しは禁止です。もし滅亡した場合はまた最初からです。まあ、私はね結構滅亡するパターンが多いのでまあ今回もね1回か2回滅亡するかもしれません。まあただね、その滅亡した経験も生かして最終的にはね、ちゃんとクリアできるようにやっていきます。では早速遊んでいきましょう。人面のまずは褒美ですね。特に秋見ろ引く小社寺も引く。ちょっと全員忠誠あげたいな。これは本当はね、爵位を外しちゃいたいところなんですけど、本当にどうしようもない時以外はあんまり爵位僕外したくないんですよね。ゲームだから言っちゃいいんですけど、やっぱ一度つけられてたものをね外すっていうのはね、やられた側はかなりショックを受けますからねということで、本当に余裕がなくなったら外すかもしれないですけど、基本的にはやりません。で東洋ですね、とにかくまず最初は武将を増やさないと話にならない。ナインは東洋とか行くのにもリアルな日数が必要なんですよね。一番右側に到着って書いてあるんですけど、まあ1ターンで10日かかるんで、5日以内だったらワンターンで帰ってきてくれます。ただ6日以上になると帰ってくるのに2ターンかかるんで、そこら辺もねちゃんと考えて東洋に行く必要がありますね。総人80か、そうか、今回仮想でやってるから割と奪い取ることはできるかもしれませんね。巨著とかも81だったら、馬長が81なの。でも、核と相性は、でもそうか、仮想だから誰が相性いいか正直わからないんだな。どうだろう。結構ナインって80でも取れる可能性全然あるんですよね。ただ核さん不人気だな。今、鐘楼さんが唯一可能性あるって言ってくれましたけど、あ、バガンも一応いけるとは言われてるけど、遠いな。宝徳。能力高い人たちはさすがに来てくれないか。ちょっとかなり人数多いんで吟味してそれから決定します。迷った結果とりあえず鐘楼さんにしました。ちょっと6日なんでね、2ターンかかんないと戻ってこれないんですけど、とにかく知力と政治が高い人をちょっとゲットして東洋に行けるようにしたいと思います。あとは在野にいた人が4日か。秋見ろダメか。古社寺政治5とかですからね。ちょっと他にもね、この残った秋見の長州小社寺で東洋行けるって言われてる人がいないか探して送っておきます。ちょっと小社寺だけは徴兵します。まず兵を増やして攻められないようにしたいんで、秋見のは細胞に東洋仕掛けました。で長州は定銀に送りました。全員6日なんで1ターンでは帰ってこれません。あ、でも鐘楼の投与に成功しました。いいねいいね。あー、細胞断られた。あれ長州6日じゃなかったっけ。あー、8日か。定銀にも断られた。核しか成功してません。しかもまだ帰ってこない。まあ、とりあえずねこんな感じで最初は人材投与とかして、あとは小社寺でこちらの徴兵と訓練やっておきます。まあ、ある程度落ち着いたらね、誰が仲間になったとか説明していきます。流氷軍が孫策軍に宣戦布告しました。ふぅ、トゥトゥって音が鳴るたびに怖いです。いつ円が狙われるか。現在劉備軍と曹操軍は古老館周りで戦っていますね。私に余裕があればな、ちょっとちょっかい出したいんですけどね、この青蘭部隊とか残念ながら今戦ってる余裕はないかな。お、テイクが仲間になってくれました。よっしゃー着々と曹操軍からいい武将を取れております。劉備軍が長老軍に宣戦布告しました。曹操軍が西軍に宣戦布告しました。これ演術のところですね。孫策もだ。そうそう、すごいな、あっちこっちで戦争してますね。なんとか古老館は守りきれそうですね。って言ってもこれ劉備軍の話ですけど、私は関係ありません。
まあ、なんとかこの間に、あ、宗神ダメか。宗神2人ともいけるって言われたんだけどな。そう、そろそろね、我々も兵3万で士気もマックスまで来たんで、ある程度戦いになっても、うん、張り合えるレベルまで来たかなって気はしてるんですよね。嘘、76で討伐失敗した。くー、多分内政に回してるお金が全然ないんで、6月かな。じゃあ7月か、7月になって金が入ってきたらちょっと収益とかやりたいかな。徴兵しようにもお金がないんですよね。さっきまでここ兵少なかったんですけど、負傷兵とか回復してまた増えてきてるんで、これ以上ここ兵らし減らしたら多分攻められちゃうと思うんで、今は我慢だな。おっと、聖が曹操からの降伏勧告を受け入れました。聖軍が滅亡しました。そんな簡単に受け入れちゃうの？早くも一つの勢力は滅亡しました。我々もな、なんとか戦いたいんだけど、くー、我慢我慢。お、宗神が仲間になってくれました。よっしゃー、いよいよ。ちょっと花公園とかはね失敗してるんですけど、徐々に徐々にね曹操軍からいい武将を取れています。はい、7月上旬になりましたね。金が入ってきました。現在の我が軍は武将が8名ですね。開始時から増えたのは巨長、鐘楼さん、曹仁さん、テイクさんですね。いや、思ったより増えるペースは遅いものの、それなりにいい武将が増えてきた気がしますね。巨匠は3万、洛陽2万7000、古老館も守りきってますね。ちょっと今のところやっぱ手出せないかな。下は、あ、深夜流氷軍が取ってますね。からしろ取りたい気持ち正直あったんですけど、ダメだな。一応今後の方針としては、こっちから攻めるんじゃなくて、敵が攻めてきたら防衛して相手の負傷兵や武将を捕らえて戦力を増強していくつもりです。あとはワンチャン劉備軍が戦いに行ってくれたら、その隙に武漢だけは取っちゃいたいかなって考えてますね。3000しか兵ないんで。ただ、今やっぱ舞台出したら巨匠から出てくるな。しばらくはまだ我慢です。まだまだ登用できそうな気がするので、ちょっとここら辺取れないか試しながら、あとちょっとそろそろね、1ヶ月に入る収益が足りなくなってきてるんで、微妙に政治力高い人たち使って商業をやっていきます。曹操軍が流氷軍に宣戦布告しました。マジか。え、おお、巨匠から出た。狙い目っちゃ狙い目だけど、新流から多分援軍来るだろうな。むしろ弱ったところの部隊を倒したいですね。そして毛海さんには断られる。炎翔軍が劉備軍に宣戦布告しました。いやー、私の周りはすごい戦争してますね。私だけひたすら引きこもってます。お、底兵仲間入りです。よっしゃー、これで武将が9人です。いやー、地味だ、地味すぎる。早急来てくれないか。武漢が炎翔軍に宣戦布告しました。いいよい民族。あ、高尊とも炎翔軍に宣戦布告。劉将軍が長禄に宣戦布告。曹操軍の従順が劉備軍の支配下となりました。おお、大使を登用したのか。すごいじゃん劉備軍。いや、私だけ何もしてないですね戦争。そう、早急にめちゃめちゃ登用送ってるんですけど、なびいてくれないな。あと一人仲間になってくれれば武将10人なんですけどね。おお、やりました。早急仲間入りです。劉備軍から奪い取りました。これで劉備軍とも関係悪化ですね。攻めてくるかな。まあでもようやく武将が10人になったかな。しかもちょうど10月でお金が、金が入ってきますね。おー、武将がね埋もれてるっていう情報も縁回りも出てきてるんですけどね。
正常か。こっちも行きたいけどな。深夜が邪魔なんだよな。26,000。まあ1万ぐらいなら兵出せるか。流氷軍が言うてそこまで兵多くないのが救いですね。まあ、怖いのはやっぱり曹操軍だな。流氷軍攻めた時に横をつつかれたら嫌だ。劉備軍が1万8000か。なんか漢中を攻めようとしてましたね、そういえば。攻めたい気持ちあるけど、ちょっとまだ我慢かな。ちょっとパート1はひたすら我慢我慢ばっかり言ってる気がするな。もう完全に武将集め編ですね。でも忠誠がすぐ下がるな。なんでこんなすぐ下がるんだろう。罹患の刑をかけられてるんだと思うんですけど。あ、栄誉が在野になってる。24日遠いな。遠い割に能力微妙だな。まあいないよりはいてくれた方がいいんですけど、あまりにも距離がありすぎる。だんだん近くに武将がいなくなってきたな。まあでもまだ90代は正直厳しいと思うんですけど、80代はね取れる可能性全然あるんで、ちょっと80代70代にはまだちょっかい出しながら微妙に内政ちょっと上げておきたいと思います。孫策軍が劉備軍に宣戦布告しました。あ、寿春か。劉将軍が孫策軍に宣戦布告しました。劉将軍すごいな。めっちゃ距離あるのに。おお、在野になってた遠位さん仲間入りです。24日かけて東洋に行った甲斐がありました。おっと、長老軍が滅亡しました。劉将軍に滅ぼされたようです。そして私は便器に断られてます。おっと、遠洋さんの東洋に成功です。劉備軍から引き抜きました。よし、これで12人。正直ね、遠一族は大した能力ないんですけど、まあ城が増えた時のことを考えればね、取っておいて損はないですね。用心さん在野にいたんで投与しかけたんですけど断られてる。お、劉備軍にいた長老が仲間入りです。忠誠が75と低かったんでね、無事取ることができました。おっと、炎症軍団の角徒が死亡しました。劉将軍の虚勢もお亡くなりになりました。曹操軍の綺麗もなくなりました。劉表軍の甲冑もなくなりました。陳慶さんもなくなりました。東条さんもなくなりました。劉表がなくなりました。君主です。細胞が後を継いだようです。仮想でやってるんで血筋関係ないですね。ていうか一気になくなったな1年で。で、孫策が収穫に任命。仮想恐るべし。普段の歴史とは全然違う寿命ですね。そして陳竜が劉備軍に狙われてるんですね。これは後ろにも来てるか。今巨匠から一番の援軍が出てるんですよね。これチャンスじゃないでしょうか。巨匠に近い曹操軍はこの陳竜なんですよ。ここが戦ってるんで1万3000ちょいだったら、まあ、2万ぐらいの兵力でいけると思うんですよね。下の深夜1万ちょいですし、楽陽も1万、長安から攻められそうだな。2万ぐらい出せば大丈夫かなと思ったんですけど、まあでもずっと引きこもっててもキリがないっていうのもありますし、お金がね、収益が足りないっていうのもあるんで、そろそろもう一つ都市が欲しいところなんですよね。ちょっと次回巨匠を攻めることを考えていきたいと思います。とりあえず今回はひたすらね東洋頑張ってたんですけど、おかげでこんなに武将増えました。遠員さん、遠洋さん、格空はもともといるか、巨長、長老さん、早急さん、宗神さん、長老さん、定育さん、定兵さんですね。今合計13人となったので、だいぶ体制は整ってきた気がします。で、今季節も変わったんで徴兵もね3149できるので、次ちょっと巨匠を攻めること考えますって感じで、ちょっと今回はね戦争なかったんですけど、
いろいろ整えることができたということで、一回区切りよくここでやめたいと思います。この動画面白かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。また次の動画を見逃さないようチャンネル登録と通知の設定をぜひよろしくお願いします。そして一言でもいいのでコメントいただけるとめっちゃ嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。まず戦争仕掛けるのは曹操軍だ。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。